はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、シンクルームの VST モードでの使い方を少しお話ししたいと思います。まずは、VST のシンクルームブリッジというのがあります。それをメイン出力のバスにインサートします。しばらくするとですね、シンクルームが立ち上がります。上の方に、VST 連携中という オレンジ色のマークがつきます。これでスタジオワンとシンクルームが通信できるようになります。これは一旦後ろに隠しておきましょう。そして次にすることはシンクルームのマルチトラックアウトというのが存在します。レコーディングをするときにはこのインストルメントをトラックに挿入することから始まります。はい。 今トラックができてシンクルームのマルチアウトがセッティングされました。今マウスを動かしているところにインストゥルメントとして登録されるわけですけれども、ここで展開というのを選択します。するとシンクルームのパラアウトが6個、こういう風に出現します。しかしこれはいらないものがあります。 一番上のパラアウトはモニタリングの音が入ってきます。これはチェックをしておくとループしますのでハウリングが起こったりしてしまいます。これはチェックを外します。そこから4つ目までがシンクルームのメンバーです。シンクルームは自分を含め5人のメンバーが参加できます。自分以外の最初入ってきた人から 上から順番にメンバー1、メンバー2、メンバー3、メンバー4という風になります。そして一番最後もここでは削っておきます。いわゆる4つのパラアウトです。そして自分が入らないといけませんのでオーディオトラックを作ります。そして自分が喋るときはですね、スタジオ1のトラックのモニタリングをオンにします。自分の オーディオインターフェースで使っているマイクを指定します。僕の場合はチャンネル2です。ただいまマイクのテスト中。このようにですね、入力されているのがわかります。僕のオーディオインターフェースはとっても入力が多くですね、入りきらないほどの入力があります。このようにですね、チャンネル2とステレオ入力とが両方振っていますが、この インの2画面で言えば3つ目のトラックから自分の音を入れています。そしてそこからです。レコーディングするために最大4つのオーディオトラックを作ります。このトラックはスタジオ1の場合必ずステレオで作ります。ステレオトラックができましたらここにメンバー1と書いておきましょう。 今は簡略して M1 という風にしておきます。通常で言えばマイクを選択するように画面の下の方にインスゥルメントがありましてそのメンバー1のアウトをこのオーディオトラックと接続します。このように次からのトラックも同じように設定します。 あと3つ作っておきますトラック名はきっちり入れておく方が後から分からなくならないので面倒でも入力しておきましょう。 できたトラックの各入力元をそれぞれのパラアウトに設定します。 M1, M2, M3, M4 とですね、パラアウトの順番を間違わないように設定してください。ここで4つのトラックができました。この4つのトラックは今すべてメインに流れています。そしてこのパラアウトの出力もメインというところに流れるようになっていますが、これではですね、また ループしてしまう可能性がありますので、こういう工夫をします。スタジオワンではバスチャンネルというのを作れます。そして、インストゥルメントのメインとなっている出力先をバスチャンネルに設定します。 バスに流れてきたら、その音をメインに流してしまったら、元も子も,もないですので、ここで出力先をスタジオ1では、なしというのを選択することができません。必ず一つ選択しないといけませんので、ここは流れを遮るためにミュートをしておきます。 トラックのカラーも分かりやすい色にしておくと良いでしょう。これでレコーディングはできるんですけれども、実際レコーディングするときには、最後にはマスタリングということもします。そのマスタリングは通常はメインの LR トラックにインサートするのが普通です。でも、ここにインサートしてしまうとですね、 バイパスしたりするときに、シンクルームのこの重要なブリッジをこのように消してしまったりすることがあってはいけませんので、工夫として必須ではないですけれども、もう一つバスチャンネルを作ります。そしてこのバスは名前としてはマスタリングとでもしておきましょう。 そして、このマスタリングトラックに、マスタリング用のエフェクトを追加します。皆さん、好みのマスタリング、コンプレッサーやイコライザー、そして、ラウドネスのチェッカーなどを入れるといいんですけれども、まあ、僕の場合は、仮のマスタリングとして、音圧を上げるために、d o t e c さんの D-POP Max というのをよく使っています。 これをインサートします。スロットマシンのように、これをギューンと上げるだけで音圧を制御することができます。音圧を制御する目安としまして、僕はメータリングソフトを使っています。メータリングソフトは、ウェイブスのこのメータリングソフトを気に入って使っています。このソフトのいいところは、 トゥルーピークのリミッターがあることです。これをオンにしたり、自分のプリセットなどを読み込んで、すぐに使えるように準備をしておくといいと思います。音圧もざっくりですね。ちょっと上げておくと分かりやすいと思います。ここにマスタリングのトラックができましたが、各オーディオトラックは今メインに流れています。 このメインをマスタリングトラックに設定していきます。これで流れができました。もう一度繰り返しますが、まずシンクルームのパラアウトができるように、ここにインストゥルメントとして提供されている シンクルームのマルチアウトをこのトップのトラックに入れます。そして自分のトラック、今トラック2になってます。これが自分ですね。自分と打ち直しておきます。そしてそこから下の4つは各メンバーのレコーディングするためのオーディオトラックです。ここにレコーディングしていくことになります。この マスタリングのトラックも録音するときはミュートをしておくとこれもループをしなくなります各トラックをレコーディングするときはトラックを録音モードにして録音をすることになりますここまでがルーティングの設定になりますそしてシンクルームにも新しくメトロノームの機能が追加されましたが僕はテンポが決まったら メトロノームの便利な機能がスタジオワ o n e にはありますのでそれを利用します今画面の下の方にメトロノームが120という速さで設定されていますここを好みの速さに変更しますその下のテンポというカタカナの文字をタップしていくと速さを測ることができます1234 1> 1 2 3 4 82というふうになりました82のメトロノームをこのままでも流せれるんですけれどもこの工具マークを設定してレンダーというのを押しますその小説文のクリックが自動で作成されます OK を押します はい。このようにクリックが作成されました。このクリックを利用してレコーディングをしたり、また邪魔な時はミュートをします。このようにしてやっておくとマスタリングをかけた時にどうなるか、そういうことをうまくチェックできます。マスタリングの機能をバイパスするときは一番上のインサートのスイッチを切ると すべて切ることができます。このようにしながらどんな風に変わったか AB 比較のようにできるようになります。またスタジオワンの新しく発売された5ではこのミキシングの状態を記録したりすることができます。画面左の方にシーンというオプションを出すことができますのでこれでミキシングのパラメーターを 記録することができますので、これもうまく使えばいいと思います。そして、これは僕が使っているソフトの紹介ですが、ミックスチェッカープロというのを僕は使っています。これはとっても便利なソフトでして、通常マスタリングするときはカーステで聞いてみたり、ラジカセで聞いてみたり、そういうことを今まではしていたんですけれども、 こういうようないろんなデバイスで聞いたときにどんな音になるかっていうのをチェックできるような便利なツールができています。この中にはバーで聞いたときはどうなるとか、そういうようなパラメーターもここにありまして、インとバスというのはバスの中で、そしてインとか車の中で そういうようなことが設定できたりします。そして生活音、いわゆる雑音ですね。そういうのも入れてどんな音で実際聞けるかというようなチェックをできる便利なツールも使っています。このように設定をしましたらファイルからテンプレートとして保存とやっておけば いつでもすぐに呼び出すことができます。次の機会にはもう少し設定がややこしい Q ベースでのシンクルームの VST モードでの使い方を解説したいと思っています。今日は僕のキャラですね。このキャラで解説しました。理由は特にありません。ということで、尊重でした。